きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、この時期恒例、今日から行われるビッグ企画、長期間です、はい、うん、崖っぷち選手特集。あーってる。いやー、この企画、うん、最初にやり始めるって言った時、うん、なんてことを言うんだって思ったんですよ、うん、でも企画3年目になってきたら、うん、今うわーって言いましたけど、あ、この時期が来たかぐらいになりましたね。いやいや、この頑張ってエールだから。あ、まあそうですね、知ってる、うん、ここにも名前上がらないやつはもうほんとやばいからね。あ、そうか、そういう塩梅ってことか。そう、まだ上がるってことは、うん、まだいけるって思われてるわけだから、はい、だからまだ崖から落ちてないけど、そうそうそう、頑張ればまだまだいけるよっていうことですもんね。そうそう、だってこっから育っていった選手いっぱいいるから。そうだ、桑原もそうだしね、うん、もうみんなこう育っていくから。はい、まあ、もちろん落ちる選手もいるけどね、うん、崖にいたのがタワーマンションに今住んでるだろうっていうね。そう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 、いるんですもんね、うんうん、そういった選手だ。裏を返せば期待してるよ、もっと頑張ってねっていう選手ですね。勝負の年だよっていう意味なのよ、うん、はい、だから勝負の年ってことだ。あ、そういうことですね。そう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 、はい、勝負かけですっていうね、うん、フライング覚悟で突っ込んでいきましょうっていうね。はい、何だ、はいって、もう分かってへんよ、なんかよく分かんないけど。何なんだろう、これ。ということで、はい、めでたくオープニングを務めるチームは、はい、阪神タイガースです。おー、1回目、はい、なんか先生が、はい、言いたいことあるらしくて、阪神、はい、なんかサバイバルポジションの時に、はい、なんか張り切って言ってて、はい、なんかちょっと炎上してて。そんな炎上してました。いや、まあなんかね、好き勝手コメント欄書いとんなぁ思って。ギノザ、ギノザで待っとったんですよ。ギノザのキャンプ地、うん、行った行って、うん、阪神ファン、俺に文句あるやつ誰やと、うん、待っとったんですけど、結局分からず、うん、そりゃそうや、だって知らんやろ、お前のこと。そういうことですよ、壁もつけずに。そうだよ、いつも壁してるんだ。言ってこなんかよ、佐々木チャンネルって、うん、大玉立てて文句あるやつは来いって言っちゃった。まあまあ、滋賀で書いて先生、やっぱ関西出身だからちょっと関西チームに厳しいとかありますよね。阪神の中でやっぱり今年、うん、なんでこんな厳しいかって、やっぱり優勝してほしいっていう思いが強いから、うん、皆さんが監督なんですよ、うん、言いたいんですよ、うん、そうね、僕と一緒ですよ、はい、あれ、ちょっとなんかトーンが弱まってんな、なんかちょっとプラス勢いなくなってんぞ。いや、どんどんまた言うこの前のこの前のこのトークの勢いから嫌い、ちょっと悪いな。そうですね、悪いっすね。まあでもトークの中にもう割り込んできそうな、うん、ビビってんの、ビビってんじゃん。全然ビビってんやつ、あ、好きなんやなと思って僕のこと、あ、ちゃんと聞いてくださってるって証拠やと思って、うん、まだ何も言うだろうんで。そうな、なんかちょっと怪しいな。頼むよ、切れ味よく言いますよ。今回も崖っぷち選手だから、はい、特別な情報いっぱい。そうだ、おおキャンプ見てきてますからね。あ、そうそうそう、言ってますよ、ちゃんと阪神も言いましたよ、ちゃんと言われんように。10本やろ、10分でしょ。7分です。7分間見たってこと。7分見て帰りました。なんで10分より少ないやないか。上回ろうと。はい、はい、ということで今日阪神、はい、阪神のまあ崖っぷちね、うん、まずピッチャーは、はい、秋山ですね。秋山選手もう崖っぷちですか。いや、もう崖でしょ。秋山匠投手ですよね、うん、だってまあ今年32歳っていうところで、昨年が5試合登板、はい、防御率 5.48、うん、ね、一昨年はね、2021年は10勝してるんだけどね、うん、だから11勝10勝と2年連続してきたけど、なんて言っても、はい、やっぱりね、ライバル強力だから、うん、だから先発で言えば、うん、まあ、青柳、はい、で西、うん、勇気、西純也、うん、で、伊藤将司、はい、佐伯、うん、もう先発ローって確実って言われてますからね、うん、まあ、桐敷とかね、うん、昨年良かったから、はい、岩貞も先発に、うん、そうか、転向って、うん、で森木でしょ、はい、っていうところがどんどん来るじゃんね。確かに先発で、はい、ってなった時にちょっともう枠がね、うん、そんな全部ガラガラなわけじゃないから、うん、で年も年だし、はい、ここで出さないと、そういう桐敷とか森木とか、うん、佐伯もそうだし、うん、若い選手が入ってきちゃうと、うん、もうベテラン入っていく余地なくなるから。そうですね、そう思うと阪神も結構若い人たちがぐいぐい出てきてますね。そうそう、去年湯浅浜地とかもそうだし、うん、若い選手たちが結構出てきてるから、はい、正直でまた外国人のね、うん、先発っていうところも入ってくるかもしれないし、ないのよ枠が。確かに一昨年その前も2桁勝ってるからって言ってうかうかできないですね、うん、で去年がねパッとしなかったからね、はい、1勝3敗でこの前も中日戦2軍の試合で投げて、うん、ブライトでホームラン
特大の打たれてたけども、うん、はい、もうちょっと危ないね、頑張りどころだね、はい、今年勝負だね本当、うん、ここでもし今年ちょっと成績落ちちゃうと、うん、もうチャンスが本当なくなってきて、はい、あの下手したらよ、うん、夏前に開催される、うん、あのトレードに出した方がいい選手、うん、秋山が上がります。いやでも欲しい球団いやあると思うのよ。でも阪神じゃちょっと競争が高い、レベルが高いからね、若干ちょっと危ないんじゃないのかなっていう、うん、他の先発ローテーション ほぼ全員秋山投手より若いですもんね。そう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 なのよ。だからちょっと、若いチームだな、今年頑張んないとっていうね、はい、うん、でまあ、でピッチャーもう一人がね、はい、馬場、あ、背番号18、仙台、そうそうそう、2017年ドラフト1位、6年目、今年28歳、はい、で昨年は7試合登板、その前は44試合、はい、2020年32試合とね、うん、結果出したけど、昨年は7試合で、リリーフもよ、はい、浜地湯浅でできて、うん、岩崎、うん、で、ケラーね、はい、外国人、うん、っていうところが入ってきてて、若干危ないよね。そうですね、うん、あと鍛冶屋とかね、うん、そうか、去年7試合しか投げてないんですね、うん、若干ちょっと枠がね、こう頑張りどころで、ここをもう一発今年頑張んないと、うん、っていうところは、だから勝負がけだね。はい、まあ27歳なのでね、うん、で何気に俺はね、このね、岩田はい正樹、はい、何気に俺、今年ブレイクするんちゃうかと思ってんだよ。いいですね、いいところ、はい、今日なんか、あら、なんか口数少ないね、今日非常にいいと思います。そうか、俺知ってるよ、みたいな、ね、すごい左の渡辺君の勝負ですね。うん、でもめっちゃいいと思う、俺この岩田、育成出身の岩田正樹投手、今年ひょっとしたらでブレイクするかもしれないと俺は個人的に思ってる。キャンプ見てとかね、そうそうそう、投げるとこ見てね、試合、注目しておきます、うん、で、あとこのね、崖っぷちはね、高橋遥人、はい、あもう本当もうすごいよ、投げれたらね、うん、静岡じゃん。そうです、そうですよ、うん、立花、はい、まあ、なんか、まあ、怪我でね、うん、まあ、手術とかしながら、この前もなんかキャッチボール20球したみたいなね、はい、ニュースになってたけど、まだその段階だからね、うん、でも夏ぐらいには間に合うんちゃう、だからちゃんと投げれたら、もう打てるやついないぐらいエグいからね。いや、本当、去年も7試合投げて、一応防御率1点台ですからね、そうそうそう、うん、おととしね、あ、おととしだ、去年じゃない、おととしですね、うん、はい、だから元気だったらもう抜群だから、うん、だからその体が元気かどうかの崖っぷちだ。うんうん、だからまあ見たいけどね、はい、だからここら辺がどうなってくるかによってもタイガースのね優勝ね、夏場ぐらい来たらから頑張れればでかいからね、チームとしたらね、はい、だからそういったところでは期待値も込めて崖っぷちと、はい、頑張れと、うん、でも期待値は投げれたらえぐいよっていうね、はい、ところはあるね。でね、野手はね、はい、キャッチャー坂本、おー、崖っぷち、崖ですか、崖だねこれは完全に。でもこう正捕手のなんか2番手ぐらいの立ち位置じゃなかったですか。うん、でも監督変わっちゃったからね。ああそっか、なんか岡田さん見てるともう梅野でメイン梅野で行きますみたいな、はい、で岡田さんそもそもあんま併用とかしないから、うん、だから多分こうなったら多分梅野がで、またね、梅野がこうそれで頑張りをね、うん、一気にモチベーション上げていくからかな、はい、可能性もあるから、うん、でなった時に、で坂本は今年30歳になるよ、はい、でなったら、うん、阪神としたら次育てたいよね、うん、ってなったら今ね高卒から入った中川とか一応上がってるけど、あと栄田、うん、あと藤田とか、うん、若いやついるから、多分そっちの方が梅野の次っていうところで育てようとしてシフトチェンジする可能性があるんです。そっか、梅野選手とだって年ほぼ一緒ですもんね。そう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 、梅野選手多分32の年ぐらい、梅野が今年32だから、ね、だから2歳しか離れてないから、そっか、でそこに両輪で行くよりはそっちの若いのを未来のためにっていうシフトチェンジする可能性があるから、はい、そのためには坂本が存在感出さなきゃいけないから、そういった意味ではちょっと崖っぷちだね。確かにそうですね。でもう一人がね、はい、あの糸原、糸原だって昨年132試合に出て2割4分7厘、うん、ヒット110本、出塁率3割7厘、はい、っていうね、うーん、去年ほぼレギュラーだからね。そうですね、え、なのに崖っぷちですか。そうなんだよ、やっぱ監督変わっちゃったからね。まあ、監督変わるとね、地形か、はい、地形変わるからね、地形が、はい、今まですごいいい土地が監督変わったらそこちょっと崩れて落ちちゃう可能性あるからね。でも去年頑張ったので使
ってもらえるかもしれないじゃないですか。じゃあもうそこで岡田監督がじゃあ糸原だってなるかもしれないじゃないですか。まあ、そうなんだけど、サードに里出る、はい、でセカンド中野、うん、でファーストに大山、うん、でショートに木浪と小畑を使おうとしてて、あー、だから糸原のポジションがない。そっか、もう入る隙がないんですね。去年だと糸原中野ショート糸原セカンドだったけど、セカンドに中野行くから、はい、あ、そうだ、うん、だからポジションないのよ。はい、ないですね。だからもうあの一気に崖です、うん、うわー、去年あんなに頑張ったのにっていう、うん、だから去年とかの頑張りを、うん、多分その満足してないんだろうね、うん、岡田さんはね。あ、そんなんじゃレギュラーとしてはみたいなね、うん、だからボットっていうところ でまたこう小畑がいい感じでまたキャンプ頑張ってんだよね、すごいいい感じで、はい、それはもう木浪とか小畑にとったらチャンスだからね、うん、今までは中野糸原だったけど、うん、それが木浪小畑か中野になるわけだから、うん、そう、選手はまだ頑張るじゃん、うん、でもそうなったらね、そのちょっと枠に入ってない糸原はピンチだからね。はい、そうですね、うん、あ、もうそう言われるとちょっとポジション的にも、そうそう、でもし万が一サトテルが、うん、まあ、先生の、ね、意見に、はい、大反対されてるけども、はい、サトテルがライトに行った場合、うん、多分ノイジーがサードに来ると思うよ、はい、絶対、うん、そしたらまたこのショート小畑木浪、うん、サード、あ、セカンド中野は変わんないじゃん、はい、だからここのノイジー全く打たなくて、うん、サトテルが嫌になったらサード糸原とかあるんだけど、はい、なかなか今ピンチやな。ピンチですよ、うん、守備がダメしか空いてないんですよ。そうか、うん、だからそう言われるとそうですね。だからここがね、うん、ちょっと今かけっぷちだね、はい、この1年後どうなるかっていうところの勝負の、うん、下手したら6月ぐらいにトレードに出した方がいい選手に上がってる可能性が広島になぎにしもあらず。なんで広島になんですか。もう新井さんと一緒にジム行ってるんですよ。へえ、糸原がね、うん、でも広島行ってもいらないよ。いや、サードがちょうどサード外国人。外国人の後が今。あいつ打つぞ。いいらしいですね。うん。皆さん言ってました、ね。いいらしい。あ、そうなんだ。新外国人。だからないやん。その後のやっぱり林選手が出てくる予定が林選手もまだちょっといないので、うん、サードね。田中康介とかいるよ、守備だったら。崖ですか。うん。まだ。いやチャンス。伊藤は広島ネタいるからね。そうどうなのっていう。俺らは言ってないからね、はい、いやもっとやっぱり糸原選手だったらレギュラー出るとこあるんじゃないかなと思っちゃうんですよね。広島の糸原、うん、知らないです。日本ハムでしょ。俺らは何も言ってないけど、はい、うん、はい、まあ、っていうところかな。そうですね、はい、で袴田さん、今回ね、新たな企画で、はい、袴田スコープっていうのがあるんだよ。スコープ、うん、袴田スコープっていうミニコーナー、はい、袴田さんのためにミニコーナー、うん、はい、12球団、うん、まあ、俺は掛け口選手言うけど、その中で袴田さんが今年ブレイクするんちゃうかっていう、あと頑張ってほしいっていう袴田枠がある、うん、これなんか頑張ってほしい人選んでってパッて言われたんですけど、うん、本当に個人的に頑張ってほしい人でいいんですよね。全然いいのよ、はい、ブレイクするかも分かんないけど、ブレイク絶対するって言ってるわけじゃない、はい、しそうだししそうなんちゃうみたいなとか、まあ、注目してますよみたいな。私が注目してる人言えばいいですよね。そうはい、わかりました。袴田スコープ、はい、タイガース編です。はい、タイガース編。これはもちろん1年、うん、半年後こだわせする、はい、本当に頑張ってたかっていうが、袴田さんの応援に期待に応えられたかどうかっていう、ね、あ、なるほど、うん、そうですね、うん、それと僕も言わせてください。何が？お、先生スコープ？あんの？ありますよ。キャンプ行ってきたんですから。あ、それ聞きたいですね。なんかあれやな、ちょっとネガティブ要素を言うと、はい、文句言われるからポジティブ要素に変えようとして、いやいやいや、ちょっとすり寄ってんちゃう？ちょっとそうですね。そんなやついらんで、さざきチャンネルには。先生意外と繊細なんで。いやいや、違います。ちゃんと言いますから、まあ、楽しみにしといてください。先どうぞどうぞ。いや、個人的に、うん、頑張ってほしいし、今年出てきてほしいなと思うのは、うん、桐敷投手。お、はい、今年2年目なんですけど、うん、去年私は、うん、新人王を取るんじゃないかっていうぐらい期待裏切られてね。でも2軍ではものすごくいい成績を残してたので。でも2軍知ってる？地球と宇宙ぐらい違うからねって言いますよね。でも、うん、もう応援、今年はいけるんちゃうかって。 いけるんじゃないか。でもチャンスあるよね、うん、非常に、はい、それ期待値高いで。
いやまだまだ先発にも入っていけるところが、うん、で評判も良かったしね、アマチュアの時からね、あと桐敷投手と、うん、個人的には西純也投手すごいいいなと思ってて、うんうん、まだ10勝とかしてないですけど、去年すごいいい感じだったじゃないですか、うん、だから今年は西投手は私は2桁勝つんじゃないかなと思って、いや今年の練習試合ももうエコかったよ、150キロオーバー今の時期から投げて、はい、球の力もあるし、うん、まだ超若いですし、うん、狙ってる狙ってるどういう意味でですか。いやいや、今年は西純也が頑張るっていうのを早めに言って、はいはい、私もう西純也頑張るの知ってましたからっていう1番目、はい、やっぱ1番目に言わないといけないじゃん。まあまあそうですね、いやただもう去年の時点でだいぶ頑張ってるので、うん、あれですけど今年は2桁いけると思ってます。おー、はい、で西純也と桐敷で、はい、まあでもここ2人が頑張ったら優勝あるな、うん、私阪神1位予想してますから年始ので。いやまだ変えるかもしれないんちゃう、うん、かもしれないまだ分かんないけどそのぐらい期待してます、うん、いいねいいね、はい、あんたの先生は、僕がやっぱお勧めしたいのは、うん、まずはもう今年、まあ、去年もまあすごかったんですけど才木投手、うん、これはもう最多勝な先発で使うと最多勝ぐらいやるし、うん、僕は中継ぎで使ってほしいんですけど、うん、やっぱり1イニングやったらこれ以上熱い投手陣になるんじゃないかっていうのが才木投手なんですね、うん、もうニュースで先発ローテーションは、それはもうキープレイヤー編でよくない、崖っぷちの選手ですよキープレイヤーで、それはキープレイヤーの時に言った方が盛り上がるよ、いいんですか、うん、優勝するためにだからね、確かにそうですね、うん、じゃあ何を言えばいいですか、何別に何も言わなくていい。じゃあの別に、ま、企画に沿った、企画に沿った選手、応援した方がいい選手ですよね。いやいや、もう応援は袴田さんだけだから。僕に言わしたいですか、そのスコア。いやいやいや、もう何もあんまり崖っぷちですか、うん、崖っぷちを言ってほしいですか。やっぱ無理に言わなくてもいいけどね、はい、板山、はい、はい、ありがとうございました